房総半島の南部を東西に横断する軍海尾根を第1回に引き続き歩きます。この軍海尾根、東京湾フェリーの金谷港から太平洋の阿波小湊鯛の浦までの約 60km の長大な尾根です。第1回目は金谷港から鋸山を経て佐賀山まで歩きました。ほぼ道迷いのない快適なルートでした。今回は佐賀山から横根峠を目指します。おそらくは第1回目とは違い困難な道のりが予想されます。道迷いも楽しむぐらいの気持ちで臨みたいと思います。いよいよ本当の房総半島の秘境へと足を踏み入れていきます。最後までお付き合いいただけますと幸いです。さて、本日第2回目の千葉軍海尾根ということで、第1回目の最終到達地佐賀山の山頂にまた戻ってまいりました。今日の行程はここからできれば横根峠まで、あわよくばその先の積もり山まで踏破したと考えておりますが、第2回目いよいよですね、道がかなり悪路になって、ね、来ることが予想されます。というのはですね、2019年の台風による倒木が多分、ここから先のルートは十分に処理されてないと思われます。第1回目の金谷港から鋸山を経て佐賀山までのルートっていうのは、まあ、軍海尾根、かつてのこう、道迷いの末にやっとたどり着くというそういう面影はもうもはやなくてですね、団体さんも普通に歩く、普通の登山道コースに、もう変わり果てるっていうのはおかしいですけど、良くなってるんでね、なってますけれども、第2回目以降は、まあ、第1回目のようなわけにはいかないと予想しております。それでは進んでみましょう。なんか今日やけに来る時のバスからしてすごい人が多いなと思ったら、先ほど頂上で会った方には登山フェスティバルっていうのをやってるせいのようです。先ほど佐賀山まではダイレクト尾根という新しいルートが開かれて、まあ、これも、ボランティアの方が、大変な苦労をして開かれたんですけれども、そちらの道をありがたく使わせていただきました。まあ、とても歩きやすく教習用車にロープが設置されて、大変良い道でした。まあ、良い道とは言ってもやっぱり急斜面があって、急斜面は土が滑るので、そこは気をつけた方がいいと思います。まあ、だいたい小畑のバス停から展望台まで、ちょうど1時間ぐらいで来るんですよ。下ってきてる、佐賀山から下ってきてるんですけれども、かなり、ペースはやっぱりこういう悪路なので、落ちましたけれども、まあ倒木はやっぱりこれボランティアの方が、いろいろやってくれたと思うんですけれども、要所要所、処理されているので、2年前の台風直後に来た時と比べたらもう雲泥の差で、これでもスイスイ進めるようにはなっております。椿が咲き始めてますね。登山アプリではこの辺りからちょっと尾根を外れて右の方に下るようになってるんですけれども、一番最初に来た時はこれまっすぐ行ってしまってですね、ちょっと遠回りをしてしまったと。さあ、ここを右に曲がるんですね。
合流するんですけれども、すぐまた林道を離れて、右側の山道に入っていくというパターンになります。この林道ですね、こちらの、左側は釜野台というところから続いてきています。釜野台という集落は佐賀山から直接降りることもできるんですけれども、まあ、そちらに降りてしまうとですね、かなり遠回りになってしまうので、佐賀山山頂からは看板の裏側にルートがありますので、そちらを降りるようにしてください。でこちら右側、ホタミという集落に続いてますけれども、まあ、集落というほど民家の数は多くないんですけど、結構廃屋とかもあったりして、住んでいらっしゃる世帯は 2、3 世帯かなとは思うんですが、ただホタミの集落経由するとですね、かなりやっぱり遠回りなので、今こちらから降りてきたんですけれども、こちらですね、また山道の方に入ってきます。この辺りもなかなか美しい尾根ですね。倒木は全く見当たりません。ちょっと倒木の激しい明るい尾根に出てきたんですけど、足場を作ってあります。ありがたいことですね。ホタミの集落が見えますね。この辺も倒木がなければ下の集落を見渡すことはできない場所だったかもしれないですね。谷になってますね。倒木というよりは崖ごと崩れてますね。でもこの辺りだけ気持ちのいい笹の尾になってますね。崩れたらちょっとここで歩行が断絶されるかもしれないな。これは下を負けっていうことか、ここをくぐれっていうことか、ちょっときついな。やっぱここの上を越えるってことか。でもなんかこれ下が見通せるんだけど怖えな。まあ大丈夫だろうな。ちゃんとした根っこらしいから、この下はおそらく空間です。この木がなかったら谷間に真っ逆さ。あの辺もたくさん穴ぼこ開いてるので怖いね。ここもちょっと怖いね。よいしょ。前回も登場しましたけど、アリ同士というトゲトゲの草で、草というか小木ですね。あんまり足の裾とか引っ掛けないようにした方がいいと思います。アリ同士はよく見るとこのような小さい可愛い耳がついてますね。食べられるのかな。ここのなんかちょっと暗部になってるんですけど、ここもなんか左右が倒木の嵐になってて、なんかここだけすごい見晴らしが、あ、富山が見えますね、遠くに。ちょっと画像ではわかんないかもしれないですけど、南側に道が続いたところかな。なんとなく道型があるな。林道に降りてきました。半ずつよりも耳が安し、もうほとんど倒木で来る
林道の脇なんですけれども、この杉林もすごいですね。軒並みなぎ倒されてます。再びこちらの方から山道に入ります。今こちらの方から林道をやってまいりました。この先で確か二股に分かれるはずですが、右側に降りる道は立派なんですけども、そのまま麓の集落に降りてしまうので、こちらで分かれてますね。右側の道と尾根上に続く道、ちょっと場合によっては巻き道をたどるよりもピークに登って降りてやった方が楽かもしれないですね。こちらに結構な藤の大木がありました。こんな感じでずっと上の方まで。栽培下では結構すごいぶっとくなる木があるんですけど、こういう野生の藤の木で、まあさっき見たぐらいまで太くなるっていうのはなかなかそうそうはないかもしれないですね。藤の木といえば足利フラワーパークの有名な藤の木がありますけど、あそこの藤の木は本当化け物みたいな、なんか桜の木とも上回るようなすごいなんか桁外れの太さありますよね。多分野生ではあんな太い木になることはまず 100% ないかと思いますね。尾根が途切れて急坂になってますね。地滑り防止地防止区域の標柱があります。こういうピークからの下りがよく間違いやすいので見極めてからにしましょう。多分標柱がこちら側にあるので、で赤いテープがあるのでこちら側ですね。間違いないです。いい倒木を拾いました。すごいしっかりしてる。この木の根っこ、多分雨の日はこれツルッツルになるんですよね。さあ、ここに鹿柵が現れました。ここから柵に沿って進むんですね。一番最初に来た時にはやっぱりここも水仙で埋め尽くされてて水仙畑になってたんですけど、今は水仙を耕作してる形跡はどうもないですね。どうもこの辺りがピークのようです。まあ、ピークからの降り口、これが道迷いの原因になったりしますので、まあここはでも道がはっきりしているので問題ないですね。これもおそらく杉の木ですね。すごいな。これが上から落ちてくることはまずないでしょうね。この巨木に押しつぶされるのはちょっとことですね。これは餌もまかれてないし、扉も開いてないので今使われてないですね。この土なんですけど、この辺の土ってなんとなく今日ぐらいに適度に湿ってた方が滑らなくていいのかもしれないですね。なんかカラカラに乾きすぎず、ぐちゃぐちゃに湿りすぎず、今日おそらくは明け方に雨がちょっとパラついたんだと思うんですよね。でちょっと地面が若干湿り気を含んでて、この状態の方がなんか乾いてる時よりは滑りにくいような気がします。これはあくまで私の個人的感想ですけどね。
相変わらず倒木が処理されているのでありがたいんですが、これちょっと怖いですね。この処理の仕方、せっかくやっていただいて文句言うのは 何かとは思うんですけど、こんなところにもイノシシの罠が隠れてます。ここからあそこになんか登りそうですね。巻き道ができてるんだ。あ、なんかシャガの葉っぱが踏みつけられてるから、ここが巻き道になってるっぽいですね。もともとあった道よりもこれ楽勝な道に変わってますね。今日初めてこけちゃいました。ちょっと分かりづらいですが、左手に池があって、その池に見とれたらこけてしまいました。このトゲのある木が、これあれかな、モミジイチゴかな。これが本当なんか嫌なんですよね。無理やり避けようとすると、ちょっと道の悪いところに足を踏み込まざるを得なくて、ちょっと足が不安定になってしまうと。林道に出てまいりました。罠が仕掛けてあるのでご注意くださいと書かれてますね。この林道はまっすぐ行くと富津市の山中というもみじ道路で有名なところに出るんですけど、この辺りはちらほらと水線が見えますね。ここに階段があります。神社が多分あるんじゃないかと思うので、ちょっと登って参拝してまいりましょうか。これはこの辺りで多分掘り取られた砂岩でできている祠でしょうね。こちらの尾根の方に軍艦尾根は続いていると思うんですが、入り口はあそこかな。赤テープが見えますね。この辺りもうっすらと水線が残ってますけど、こちらが入り口のようです。ここにも罠の注意喚起と看板があります。ちょっとイノシシの掘り返した穴がところどころ落とし穴のようになって、そのように草が覆いかぶさっているので気をつけていきましょう。倒木もなく順調に来たのですが、ここに赤テープがあって、その先の方がちょっと見当たらなくなって、道もなんか怪しくなってきちゃいました。よくよく見るとなんとなく道が正しきものがこういう方向で見えたりはするので、まずこの方向で大丈夫でしょう。本日ここに来て、最大の難関を迎えつつあるようです。地面にはトゲのある草というか小木ですね。で、向かう先にはこのように覆い重なるような倒木、これもすごいトゲだ。わ、両側トゲだね。これどうにかならんのかね。これあー、ずっとトゲだなこれ。今越えてきた壮絶な茨地帯です。まあ動画で見ても多分ほとんど分かんないと思うんですけど、もう次から次と、トゲ付きの小さな木が、肩のあたりまでの木が襲ってきて、何度も何度も手をチクチクやられてしまいました。どうにか切り抜けました。まるで嘘のように穏やかな道になりました。
こっちの尾根伝いに道があったのかな、どっかで道を逸れたのかもしれないですね。爽やかな小鳥の鳴き声が四十かな。倒木も可愛いもんですわ。だんだん倒木があったら当たり前の感覚になってきちゃいますね。3時を超えてだんだん空気が冷たくなってきましたね。やっぱりこっち尾根を忠実に辿ってきてどうも正解だったようです。激しく崩れてます。スダジイの巨木にカメがしがみついてるみたいです。こんな感じなのですごい巨木です。のちのぶがその上にこんなでかいカメがせばりついてます。どうもこちらが紛らわしいんですけど、こちらが横根峠に向かう道らしいです。この木は下くぐるか、下くぐるのちょっときついな。ここはまたいだ方が楽だな。どうにかスダジイの大木をまたぎました。何本に枝割れ枯れしてるんだろう、このタブの木は。すごいタブの木が現れました。どう行ったらいいのかな、ここかな、こっちじゃないな、こっちじゃないですね、こっちですね。あ、そこの下にあるね、道が。あ、ここに道が続いてるんだ。この太い道に沿って降りた方がいいな、忠実に。ちょっとログからは外れちゃうけど、ここはもうなんか明らかに耕作地か宅地の跡ですね。最後の最後に迷いました。しょうがないので、このススキの葉が辛くていいので、やぶこにしてどういうか気に入ってくれます。16時10分、もうバス行っちゃいました。あ、吹き音がたくさんある。ヨルビリスポール本日休校。この目の前に見えてるここが雲海なんですよね。ですけれども、あそこにはちょっと、取り付くのがかなり困難なので、この山中のバス停もうあと50メートルぐらい着きますけれども、次回はそこからここに見えてるこの車道ですね、たどって、ここに見えてるのがその向こう側ですかね、積もり山なので、そこの積もり山側に登って、開始したいと思います。今日2日、最後思わぬ道迷いで、バスを1本逃してしまいましたが、
また次回、この山中のバス停から開始したいと思います。到着。実はこれに乗りたかったんですけど、もう今16時23分25分も遅れてしまいました。最後も間に合うかなと思ったんですけどね。なので今度逆方向ですね。鴨川駅まで17時24分のバスで、あと1時間その辺の吹きの塔でも撮るか。